はい、皆さんこんにちは。今日がね、姫路大使町ですね。大使町のその斑鳩寺さんですね。聖徳太子の建てはったことだね。そこでちょっと風鈴が見られると思ったんで、ちょっとね見に来ました。あいにくに雨が降ってきてね、ちょっと残念ですけど。でそこはまあその駐車場ですんでね。はい。ではちょっと咲いてるかどうか、クスノキかな、中に咲いてるって聞いたんでね。傘さしていたらしょうないんで、はい、仁王門さん、仁王祭ね。よし、ちょっと1枚写しとくか。で、50の塔かな、30の塔やったら、塔のね、あの手前の木にこれかな。よし、ね、やっぱり歴史はね、塔がね、でちょっと映るかな、拡大になったもんね。よし、はい、まあこれちょっと覗いてください。イカルガテラね。はい、はい、それでちょっと塔の方に行ってみたら咲いてるのかな、どっか。よいしょ。あ、この木ちょっとまだ咲いてないみたいな感じですか。今の状況まだこんな感じじゃなかった。咲いてない感じですね。よし、まあ、それでもう一つとこか。今の状況からもう咲くはずやけどね。養鶏、あの、あれしてるね。規制っていうか。ねえ。7月中旬ぐらいかな、この会議から行けばね。こんな感じか。全然咲いてないもの。はい。まあいいですわ。そんな感じですね。ちょっと他に何か探してみましょう。一番、まあこれで言うと一番手前のね、はい、こっち伸びてる幹に白い花が。見えへん。近寄って見に行ってこう。見に行ってきましょうか。肉が編んで、今見えないですか。はい、目が悪いからね。金眼みたいやから見えるとか近場見えへんかな。見たいね。ちょっとじゃあちょっと近寄って見させてもらいます。すいませんね。左の奥、いえいえ、左の手前です。めっちゃ雨降ってきた。はい、あ、この上ですか。わかりました。あ、白いの咲いてますね、なんか。わ、はい、かりました。ありがとうございます。ちょっとね。大体この辺だけですけどね。そうですか。はい、向こう側は咲いてない。ないです。あ、ないですか、はい。はい。なんか咲いてましたね。あれ、どこ行った。すぐわかるやつ。あれ、どこ行ったっけ。ちょっとストップします。はい、ちょっと見にくいと思いますけどね、あの辺にね、白いのが見えるきますか。ちょっと見にくいでしょうね。こっち側にもちょっとね、ピントがどこに合ってるのかなと。この辺合ってるのかな。ちょっと見にくいと思いますけどね。
ちょっと一旦縮めて、んで、ああ、の辺に置くな。これ、ちょっと、チコ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 って小さいの咲いてるの見えますか、これ。この、杉のところの、あれですね。雨が降ってるのでね、ピントが合いにくいんですよ。すみません。それと下のこの辺ね。あ、これは分かりやすいかな。白いのがパパパパって咲いてるの見えますかね。ピント合ってないと思います。ちょっとね、葉っぱが多すぎてピントが合わせづらい。下の方に咲いてませんのでね、ちょっとほんでお寺の方に聞いてみてください。そしたら、教えてくださいますわ。はい。まあ、そんな感じでした。ちょっと雨が降ってるんでね。で、他の木はないそうですんでね。まあ、今の時期、ちょっと、まあ、7月中旬ぐらいかな。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。